メイキャルのカジャです。今回はリクエストの多かった NTT データを見ていきます。リクエストありがとうございます。最近動画のテイストを変えてみたんですけど、どうですかね。よければコメントお待ちしてます。それでは早速見ていきましょう。売上高2兆円を超え、従業員数12万人以上、連結子会社はなんと307社、創立以来30期連続増収。日本の IT サービス専業ではまさに名実ともにナンバーワンの NTT データの強みや事業内容、今後の展開を見ていきましょう。 NTT データの強みはなんといっても官公庁と金融機関向けの IT サービスです。数字で見てみると、観光庁向けが 18.8%、 金融機関向けが 22% とかなりの割合を占めています。この2つは稼ぎ頭なので、なぜ金融機関と観光庁が強いのかを見ていきましょう。ここもルーツが大切です。遡ること50年以上前、当時国営だった日本電信電話公社は、電信電話に次ぐ第3の通信としてデータ通信サービスを開始したところから始まります。まだ日本にカラーテレビが普及するかどうかという時代ですから驚きですよね。そこから銀行のシステムや気象庁のアメダス、社会保険システムやクレジットカードのシステムなど、私たちの生活に必要不可欠なサービスを構築していきました。これらのシステムは簡単に切り替えることができないので、未だに NTT データの強みになっています。観光庁や金融と強い信頼関係を築いてきたことは投資家にも PR していますし、海外でも観光庁や金融向けが強いので、しっかりと押さえておきましょう。ここからは NTT データの具体的な事業内容を見た後に、どこに向かっていくのかを見ていきます。まずは NTT グループでの位置づけを確認しておくと、親会社の NTT の下に地域通信事業の NTT 東日本、NTT 西日本、携帯の NTT ドコモ、長距離国際通信の NTT LTD、NTT コミュニケーションズがあり、データ通信の NTT データがあります。売上で見ると NTT ドコモが圧倒的ですが、着実に伸ばしているのは NTTデータということを押さえておきましょう。 NTT データの事業ポートフォリオを見てみると、徐々に公共事業の売上比率が下がってきたことがわかります。現在は国内海外でかなりバランスの取れた事業展開に見えますが、利益比率を見てみると、やはり国内事業が NTT データの収益源なんですね。公共社会基盤分野、金融分野、法人ソリューション分野のバランスがいいですね。今回はこの3つの国内事業を重点的に解説していきます。海外事業は中期計画の軸なので、今後の展望でしっかり解説していきますね。まず金融分野から見ていきますが、 NTT データのシステムがぐっと身近になると思います。利用していない銀行の ATM を利用した際に、その情報を中継する総合 ATM スイッチングサービス事業や、残高照会などの金融取引を ATM や銀行の窓口に行かなくても利用できるためのアンサーというシステムの運用を行っています。コンビニで銀行のキャッシュカードを使ってお金を下ろした時に、すぐにデータが反映されますよね。これは NTT データのシステムのおかげです。もちろん私たちにとっても便利ですし、銀行がシステム構築に莫大な投資をしなくてもいいので、国内シェアが 15.6% で1位と高いです。 ATM の中継事業は NTTデータ唯一のサービスですし、アンサーは30年以上も前から行われています。すごいですよね。シェア1位なのもうなずけます。この事業は金融分野のデジタル化を作り支えてきた重要な事業なので、押さえておきましょう。次に国内シェア 13% で2位の公共社会基盤分野を見ていきます。この事業は政府、医療機関、通信企業などのインフラ企業に対してシステム提供を行っています。例えば行政機関が保有している自分の個人情報の閲覧などができるマイナポータルの運用などを行っています。行政機関や医療機関に対して長年にわたって構築運用してきたため、顧客基盤がとても厚いのが強いです。法人ソリューション分野は国内シェア 5.2% で5位ですが、3つの中で最も市場が大きいです。この分野の事業の具体例を1つ挙げると、お店とクレジットカード会社、銀行をつなげるキャフィスという日本最大のキャッシュレス決済プラットフォームの運用を行っています。様々な業種の加盟店と国内ほぼ全てのクレジットカード会社、金融機関を結んでいるのが強いです。36年前に開始したキャフィスは処理件数が順調に推移し、現在は月間8億件です。キャッシュレス化は国が主導で推進しているので、この事業の将来性はかなりありますよね。それでは NTT データの今後の展望を見ていきます。海外事業は現在北米、中南米地域に展開していますが、今後海外事業に注力していくので、しっかりと見ていきましょう。北米市場、中南米市場ともに日本の10倍以上の規模感です。すごいですよね。これらの地域でも金融や公共向けの事業が 50% 近くを占めています。そしてこれからは海外で強化する産業、活用する技術をこれらに絞り、 M&A を行いながら拡大を狙っていきます。分かりやすく具体例を一つ挙げると、ヘルスケア産業とデータ分析を掛け合わせた AI 画像診断ソリューションがあります。これはアメリカでの195億件の医療データを活用して、医療機関での画像診断の効率化を図ります。これをインドなどの途上国で転用していけば拡大できますよね。2017年には医療や保険のクライアントを多く抱えるデルの IT サービス部門をなんと3500億円で買収しています。今までは海外での売上拡大を重要視していましたが、今後は収益力向上にシフトしていきます。そうすればかなり長期にわたって強固な事業基盤を築くことができますね。それでは最後に NTT データの採用を見ていきます。 NTT グループ内で比較すると、平均年収は3番目に高いです。競合と比較するとやや低いですね。現在在宅勤務や労働時間削減など働き方改革に力を入れています。ご視聴ありがとうございました。